When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、橋本美香です。今日は100円ショップセリアから新しい新色が出ましたので、そちらを皆さんにレビューしたいと思います。今回ですね、新しく発売されたカラーはですね、はい、こちらの5色、ヌーディーコーラル、オリエンタルブルー、ガーリーピンク、ココアブラウン、マイルドカーキ、そしてなんとライナーシリーズが2種出ました。はい、嬉しいですよね。しかも一番使いやすいライナーゴールドとライナーシルバーです。で、ライナーゴールドとライナーシルバーに関しましてはちょっとね、次回詳しく紹介したいと思います。今日はこれは紹介しない、次紹介します。はい、はい、ということで今回もこの新色情報、ファンの方から情報をいただきました。ありがとうございます。いつも教えてくださって本当に本当にありがとうございます。ただね、地域によってはゲットできるところ、ゲットできないところがあると思いますが、まだでゲットできないっていうところもちょっと落ち着いたら入荷してまた買えるようになるかなと思いますので、ぜひ、なんか今日ちょっとカミカミですねぜひ、今日の動画を参考に気になるカラーがありましたらゲットしてみてください。はい、ということでね、早速レビューしていきましょう。で、今日はというかこちらネイルチップ台ですね、アート軸って言ったりもしますが、こちらにこの5番のネイルチップをつけてこちらに色を塗っていきたいと思います。で、このね、私いつも使ってるんですけど、この透明なこれ何使ってるんですかっていう質問が結構来るので、今日はちょっとそれも合わせて紹介します。これね、繰り返しペタペタできる超便利なアイテムなんですけど、実はこれ粘着テープとかじゃないです。はい、ここを両面テープをこうぐるぐる巻きに貼ったりとか、ちょっと厚みのある両面テープを切って貼ったりとかしてる方結構多いと思うんですけども、私はそうではなくて、こちら、これ最近発売したんですけど、レティジアから出ているチップ固定粘着ジェル、こちらを使ってます。これがね、めちゃくちゃおすすめで、こういうチップ台にも使えるし、自分の爪のこうすぐつけたり外したり、例えば結婚式の前撮りとか、ちょっとしたイベントとか、そういう時にもつけたり外したりできるしっていう、いろいろ使い道があって超便利なアイテムなんですけど、今回みたいな感じで使う時は、私は、はい、中身ね、こんな感じなんですけど、もうこのアート軸をここにポチョンとつけちゃう、こうやって、はい、こんな感じつけて、で結構たっぷりめにこういう感じで集める感じにして、上にねぽってり乗ると思います。ある程度滑らかにしたら、これをもうライトで60秒、 LED ライトで60秒硬化します。硬化するとこんな感じで、このアート軸の上にですね、この透明なジェルがぷっくりと固まってできるので、これがすごく粘着力のあるジェルなので、これをつけたり外したりっていうのを何回でも繰り返してつけることができるし、結構しっかり粘着力があるので、ピッと一回ネイルチップをつけたらしっかりくっつけます。このぐらいなんだろう、両面テープとかだとこの爪のカーブに合わせるのがちょっと難しいので、しっかりくっつかなくて、こう揺すったらポロンってすぐ取れちゃったりとか、あとこうブラシの圧で塗ってる時に、こうやって塗ってる時にブラシの圧でポロンって取れちゃうみたいなことをよくあるんですよ。多分あるあるで、わかるわかるって思ってくれる方も多いと思うんですけど、そういうのがないのでめっちゃ便利。横から見ると結構ぷっくりしてると思います。かな、盛り上げることができるので、このチップのカーブにねしっかり合います。このチップ横から見たらこういう感じになってると思うんですけど、このカーブにしっかり合わせることができるので、すごく密着してしっかりと固定してくれますはい、なので自分の爪に寄せる時もですね、ネイルシールとかだとこう平面でペタッとなっちゃうので、うまくこのカーブが合わないという方も、このチップ固定粘着ジェル、こちらを爪の自分の地爪
とこのネイルチップの隙間を埋めるようにぷっくりと持ってあげることでしっかりと貼り付けることができます。そんなチップ固定粘着ジェルを普段ねこのアート塾の時とかに使っているので、気になってたという方は、はい、これを使ってました。でこちらのリンクも動画詳細部分に載せておきますので、ぜひぜひ気になる方、使ってみたいという方はそちらを見ていただければと思います。ぜひゲットしてみてください。はい、ということで、早速ですねこちらにカラーを順番に塗っていきます。まずはヌーディーコーラル、こちらはブラシから見た時はこんな感じです。ちょっとシアー感がありますね。過去にコーラルっていう色が出てると思うんですけど、そのコーラルをもうちょっとくすませた感じだなと思います。シアー感が結構あったので色ムラかなり出るかなと思ったんですが、意外とそうでもなくて、はい、馴染みも早いし、なんか色ムラが目立たない、意外と目立たないのですごく使いやすそう。はい、次はガーリーピンクです。なんか過去に一番最初かなに発売したピンクっていうカラー、2番目、一番最初どっちだったかなに発売したピンクで、もう廃盤になっちゃったんですけど、そのピンクにかなり色似てます。めっちゃ似てる。それをもうちょっとシアー感、出したかなっていう感じの色ですね。結構人気色で廃盤になっちゃって、私も悲しかったのでめちゃくちゃ嬉しい。はい、こっちの方がさっきのヌーディーコーラルよりも色ムラは出やすい。次に、オリエンタルブルー。結構濃いですね。なんか、そうだな、ネイビーまではいかないですけど、かなり暗いブルーなイメージです。これだけ見ると。オリエンタルブルーっていうと、もっとこうなんか鮮やかなブルーなイメージがあるんですけど、私の中では。それよりもうちょっと暗い感じの色味です。こちらもね、シアー感がありますね。であとなんかね、香りがなんかきつくなった気がしますね。ちょっとジェル独特のこの刺激臭が、セディアのジェルは結構きついんですけど、それがなんかちょっと強くなったかなような気がします。はい、まあ、私はちょっとジェルの匂いに慣れてるのであんまりしんどくないですけど、結構敏感な人だったらなんかちょっとしんどくなるんじゃないかなっていうぐらいの香りのきつさではありますが、どうだろう、ちょっと皆さん、またもし皆さんの思うことがあれば教えてください。はい、ちょっと私は匂いがきつくなったような気がします。はい、次にココアブラウンですね。ココアブラウン、こういう色過去になかったのかな、なんか似たような色があったようてはあるんですけど、色が薄い感じですね。わかるかな、もう見てわかると思うんですけど、かなりシアー感があるので、一度塗りだとあんまりしっかり茶色ってわかんないぐらいの色の薄さですね。はい、次マイルドカーキ、これがね今まであんまりなかった色なので、すごくなんか思ったよりグリーン感が少なくて、もっと暗いグレー、なんかカーキっていうよりもなんかモスグレーみたいなそんな感じですね。結構グレーかな、なんか暗い感じが、思ったよりも緑がなんかあんまり入ってない、グレーとかなんかグレージュ的な感じの色味に見えますね。はい、こんな感じです。はい、ということで一度塗りできたのでライトで乾かします。ということで、じゃじゃーん、上が一度塗り、下が二度塗りです。はい、テクスチャーとか塗った感じっていうのは先ほど一度塗りした時に結構伝わったかなと思います。あとボトルから直接色を見せたりした感じでイメージが伝わったかなと思いましたので、もう二度塗りのところは省略して出来上がったもので比較したいと思います。はい、こんな感じです。
なんかね、さっきも言ったみたいにココアブラウンが結構薄かった。で、二度塗り目の時にちょっとたっぷりめに塗りました。ちょっとその方がいいかなぐらいの薄さではあります、ココアブラウン。なのでそこがちょっと気になったのと、あとマイルドカーキっていうのが、そのパッケージの色だったり、その名前のカーキっていうイメージよりももっとこう、なんだろう、グレー系の、本当に、二度塗りすると余計にグレーっぽく暗い感じになると思うんですけど、そういう色だなっていうイメージです。はい、あとそうですね、外のパッケージと比較した時にオリエンタルブルー、これパッケージの色なんですけど、オリエンタルブルーが二度塗りするとやっぱりちょっと濃くなっちゃって、外の色味のイメージよりももうちょっとネイビーっぽい感じに見えます。逆にネイビーとしても使えるから、これからの季節良さそうではあるで、ガーリーピンク、ガーリーピンクはこんな感じですね。パッケージの色よりももうちょっとこうブライトというか、ちょっと明るい感じのピンクに見えます。すごく可愛い色ですし、昔廃盤になっちゃったピンクと似ているので結構嬉しい。で、このヌーディーコーラルが私的にはめちゃくちゃいいなと思いました。一度塗りでもかなり発色がいいですし、ムラになりにくい。セルフレベリングもすごく良かったし、重ね塗りしても外のパッケージとこの色味もかなり近くて、イメージ通りだし、すごく肌なじみ良さそうな色でいいなと思いました。はい、ということでいかがだったでしょうか。はい、もし何かこう購入を考えている方はですね、ぜひ今この画面スクリーンショット撮って店頭に持って行ってもらってもいいので、ぜひぜひどんな色があるかなとか、この色いいかなとか比較したりするのに、少しでもこの動画が参考になれば嬉しいです。はい、ということで今回、2021年の秋冬ですねに新しく発売したカラー、ヌーディーコーラル、ガーリーピンク、オリエンタルブルー、ココアブラウン、マイルドカーキの新色紹介でした。動画の最初に紹介したですね、これ、はい、レティジアのものなんですけども、こちらいいなと思ってくださったら、ぜひ動画詳細部分からゲットしてください。本当にすごく便利なので、めちゃくちゃおすすめです。で、今日は直接ペタッとこうつけましたが、もちろんブラシにとって塗ってつけたり、盛ったりとか、爪に塗ったりとかすることもできます。それでは今日の動画良かったよ、比較してすごく分かりやすかったと思ってくださったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今度はね、このライナーシリーズをレビューしたいと思いますので、興味がある方はぜひそちらも見てくださいね。ではでは皆さん、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。ネイリストの橋本美香でした。バイバーイ。You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention.